はいどうも、MK2 のマッチでございます。というわけで、このチャンネルではね、あんまり取り上げては来なかったんですけども、アイズワン、皆さんご存知だと思いますけども、日本からはね、HKT48 から宮脇さくらさん、あとは矢吹奈子さん、そして AKB48 から本田仁美さん、こちらの3人がね、アイズワンに所属しておりましたけども、まあそのね、アイズワンが、活動を終了したということで、今後このね、宮脇さくらさん、そして矢吹奈子さん、あとは本田仁美さん、この3人がどうなるのか、グループに戻ってくるのか、はたまたね、卒業して別の活動をしていくのか、その辺がね、ちょっと気になったので動画にさせていただきました。というわけでですね、フォロワーさんの方からですね、ある記事を教えていただいたので、そちらをまずはね、見ていこうかなというふうに思います。というわけでね、こちらトースポの記事、来ておりますけども、はい、アイズワンが伝説残して活動終了、 HKT48 宮脇さくらら3人の気になる今後ということでね、自分もねこの3人がアイズワン活動終了して、日本に帰ってきてどうするんだろうというところに気になっていたので、ちょうどねそのあたりを取り上げた記事っていうところをねフォロワーさんの方に教えていただいたので、ちょっと見ていこうかなというふうに思いますけども、 HKT48 宮脇さくら23歳らが所属した日韓12人組ガールズグループアイズワンが28日の24時をもって予定通り約2年半のグループ活動期間を終了した。同グループは韓国のアイドルオーディション番組を勝ち抜いた日韓12人のメンバーで、18年4月に結成され、同年10月にデビュー、 AKB グループの活動を休止し、 HKT48 から宮脇さくら、そして矢吹奈子、 AKB48 本田仁美の3人が所属し、21年4月まで2年半の期間限定で活動していた。宮脇は29日午前0時放送のラジオ番組今夜桜の木の下で、BFM さんで、やっておりますけども、こちらの中で2年半の活動期間を終了しましたと報告。アイズワンとしての実際の活動は3月13、14日に韓国で行われたオンラインコンサートが最後だったようで、今後を含めて約1ヶ月半気持ちの整理をつけていたことを告白。落ち着いてという感じですと、近いうち何らかの発表することを伺わせた。宮脇ら3人は日本に帰国、コロナ禍で隔離期間があり、5月中旬に新たな動きがあると伝えられている。宮脇はあの BTS が所属する韓国の大手事務所でソロ活動へ向けた交渉が報じられ、矢吹は HKT48 への復帰に動き出しているようです。韓国メディア関係者ということでね、本田は以前から韓国での芸能活動継続を望んでいるという。3人とも別々の道に進む可能性が大きいが、共通しているのはアイズワンでの活動で大きな成長を遂げた点です。語学の習得やレベルの高いパフォーマンスはどこで活用しようとも今後に活かされるはず。韓国でのデビューミニアルバムは、韓国ガールズグループのデビューアルバム歴代最高初週売上を記録。日韓両国でランキング1位を獲得するなど、若い層を中心に絶大な人気を誇った。アイズワンが多くのファンに愛されたことは間違いないようだ。という記事でございます。はい、ということでございますけども。まあね、このメディア関係者の話がね、どこまで信じれるのかっていうところはありますけどね。まあ、ただ、この記事にもあるように、3人ともね、48時代とはね、全くこう、比べ物にならないほどね、いろんな面で成長しているっていうところはね、アイズワンの活動を見ていても、よくわかるんじゃないかなというふうに思っているのでね。まあ、今後この3人はね、すごくこう、躍進してね、さらにどんどん自分の、進んで、行く夢に向かってね、歩んでいくんだろうなっていうのが想像できるんじゃないかなというふうに思いますよね。あとはね、もしこうグループに戻ってくるんであれば、まあ絶対にね、グループのレベルもこう一気に底上げにつながるんじゃないかなっていうふうに思うんでね。まあ個人的にはね、こう48グループに戻って活動してもらうのがいいなっていうふうにはね、ちょっと自分の願望的には思っているところではありますけどね。まあただ、まあ2年半活動していく中で、それぞれね、こういろいろ考えることを思うところが、徐々にね、こう変化もあるでしょうし、この記事の中ではね、矢吹奈子さんは HKT に戻る準備を始めているっていう話も出てましたけども、まあおそらくね、近いうちに発表が、おのおのあるんじゃないかなというふうに思うんでね、その辺注目なのかなというふうに思いますよね。はい、ということでございました。皆さんね、アイズワン活動を見ていた方も多いんじゃないかなというふうに思いますけども、自分もね、楽曲は結構聴いてたりはしてたんですけども、パフォーマンスもね、こう、
しっかり見るっていうところはなかったんですけども、やっぱり見るとね、48グループとは全然こう、ジャンル自体がちょっと違う方向ではあるのかもしれないですけど、レベル自体がね、やっぱりみんな抜群にね、こうレベルが高い中でね、この、3人もね、活動していたと思うんでね、その辺は常に見ていて、うわ、頑張ってんなっていう風に、一ファンとしてね、見ていたところがあるので、その3人がね、こう、帰ってくるっていうところになるとね、今後どうなっていくんだろう、ずっと気になっていたところではあるのでね、今後注目していきたいなっていう風に思っております。ぜひね、皆さんも気になった方、コメントしていただけるとありがたいなという風に思っております。はい、というわけでね、この動画が少しでもいいなと思った方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。というわけで、今回この辺で終わりにしたいと思います。どうも、まっちでした。